ムロツキオシリパさんだ。長月アシリパマジ？わお。長月お前人狼だったら離脱する職業だぞそれ。大丈夫か？難しいぞそれ。何の職業ですか？ああダメだ。長月昨日の最後の街でカエル殺した。あとリリーも殺したから長月。いや全部村でしょんで殺したの。あんまも全部殺した。今回狂人入り？狂人長月狂人殺したのはあれだから、同じ人狼カエルなのにあのリリー殺しちゃう。そうカエルで仲間が。フルハウス？おおやる。上振りしすぎ。さあ来ました。侵入禁止ロキン。あ、バイツさん開幕テーブルの石炭捨てるから拾ってボイラー、ね、俺も捨てるね。もうなんか他に拾ってそうな動きしてるやついたらもう斧でぶち殺して。はいはい捨てた。はい、はい、俺上から2個入れるわ。やべえ。それね入ってないこともある。実はあ入ってないこともあるんだ。実は入ってないことある。最後の人着火してね。6個しかないよ。6個カエルの足しても6個しかない。入れちゃ今入れた。超えてないよ。俺は自分で入れたよ。入れて。はいはいはい、上から入れてよ。超えてない。あ、全員入れてるわ。俺はね、今回村なんで超気が楽。おいおいおい、やめろ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 。いや、人狼って言うから、のじゃじゃ前回あった。ちちち、怖い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 。目の人狼出る。いや、ちげえよ。こいつ、やべ、教室にいるわ。こいつ、こいつ黒だろ。そんなことじゃない。この人なんか、この人なんかまとめて殺していくんだよ。今回はね、村なので、しっかり石炭を集めて、どんどん帰りますよ。楽だー、気が。あいつ、人狼じゃなさそう。人狼やばかったもんな。あっ、すげえ。今回、配置人狼っぽい。やっぱり人狼やばい。バスタブだから別にデッキャン集めたところで気をつけろ。結局何なんだよ。ベンモさん、はい、一緒に動こうや。あ、どうぞ。何どうぞって何どうぞ。好きに一緒に動けやって感じ。いやもうどうぞどうぞ。今回村なんて誰と一緒に動いても関係ないんで。この骸骨からって剣出る？もしかして出るよ。あ、剣出るの？てかあの鍵も出るから漁った方がいい。あ、割と漁った方がいいのか。オッケーオッケー。で、骨は俺は捨てる。なるほどね。あれも理解。クロさん切られたせいで体力減ってんのやばいだろこれ。狼、倒せないぞ。そんな？でもベノム人狼だからしゃあない。ワンチャン俺狼で死ぬから。ベノム人狼だからしゃあないよ。いやいや、人狼じゃないですね、今回は。分かってんだぞ、こっちは。結構もう一回帰るぞ。今4個。ベノム？ベノム、俺もっか帰る。あ、持って帰れる？うん。武器コード5が6です。ここに落とすよ。何個持てる？4個は持てる。あ、OK、4個じゃあ落とす。ここに4個あるから。あ、どうも。ここね。はい、行こうぜ、ベノムさん。ちょっと待って、帰るね。あ、剣出たわ。一回帰るわ。はい。なんかめっちゃ食いながらやってない？パパイって美味しいのかな、アザラシって。アザラシって、でもなんか俺聞いた話があって、アラスカの人はアザラシの脳みそ食うらしい。なんか野菜がないからビタミン C を摂取するためにアザラシの脳みそ食いたくなるらしい。それ中あさんないで、中あさんないで、中あさんないで。それ中あさるな、長月。長月、中あさるな。それあさるな、あさるな。それ長月。あ、使います。どうぞどうぞ。よしよしよし。俺の声が届いたらしい。圧が。あ、お友達来てくんじゃん。待って、俺マジ飯でもなんもないんだけど。あ、ここのなんか20個ぐらい持って帰りたいな、これ今日。最強のスープ職人したい。あ、カエルくん？カエルくん？はい、後ろ。武器包丁。あ、ありがとう。よし、とりあえず、まあ、開幕でしっかり解毒を作って。あー、待って、木がない。木あげようか。2個くれ。あ、1個でいいや。1個くれ。2個でいい。あー、やめて、やめて、やめて。やめて、そのミスはやめて。
もう俺船がここまで来てくれることを信じて今ここにいる。これ結構村大事だよ。村がしっかり進められるか進められないか。開幕もこれでいいや。誰かもう一人いる。誰だい。おい長月か。長月です。まあとりあえずあと木とか回収して船帰るかな。ちょっとね、一晩目は絶対あれだわ、石炭持ち帰れねえ。ドクターは僕がとりあえず解毒剤はもう用意しました。あ、はい。毒注射とかも打たれるからな、この船から見て左方向にめちゃくちゃマップが広いから、うん、みんな左に移動してその交差点とかで刺されたりもするから危ないマップだ。普通に中で刺されてる印象だけどね。なんか普通の船内で刺されても気づかないから。動物の皮があればな。アザラシって皮作る枯れなそうだもん。あ、オオカミとクマだけっつだよね。で、オオカミはね、あの左の洞窟もはーい。でもさ、歌いながら行こう。歌いながら、え、歌いながら行こうぜ。歌いながら何歌う。歩こう。マジ？やっぱ散歩だよな。散歩か。探検といったら。やっぱそうか。歩こう、歩こう。私は元気。なんだっけ？あ、なんかいる。誰かいる。歩く。あれは？忍者先生だ。どんどん行く。パカみたいだな、マジ。坂道、トンネル。おい、剣があったら俺ね。草から。ちょっと待って、どこですか？狼で出るって、狼で出る。あ、剣あげるよ。あ、剣あったあったあった、あげるわ。はい、俺も剣あげた。これいらねえ。なんでそんな優しいの？優しい感じじゃん。今回は優しい感じで行くんで、俺ら。今回村なんで。今回は村なんでね。それでまあ、飯は作れるから。あ？ん？剣もう一個出たけど。あ、剣もう一個出た。あ、じゃあみんなも作るんだ。かわいい。もう一個カバン作れるんじゃね。なら俺らの手を作りたい。メルモさん、じゃあバックちょうだいよ、バック。え、俺皮取ってないよ、あれ。え、皮置きっぱなしだよ。ボケ、どこにあるんだよ。え、そこら辺の狼の死体にある。はい。おい、その人帰った方がいいよ、もうパイチ。それ、帰られたらで死ぬよ。いや、今石炭取りに来ただけなんで、もうだいぶ船動かしましたよ。いや、もうそうじゃなくて、日本語の意思疎通ができてない。撃たれて死ぬぞ。はい、帰ってます、帰ってます。こっち、こっちだよ、こっちだよ。誰かいる。いないよ、誰も。言葉を発したいんだったら、俺、誰か見つけしていこうって。誰もいないらしいよ。俺がそこに動かしてきちゃったから。そう、誰かが忍び込んでて妨害する可能性もあるから。ギョロに動かすのは微妙、石炭で。いや、まあ、まあ、わざわざ、いや、一回動かすふりして、2個ぐらい、1個ぐらいで動かしてみたら。ああ、ホワイトアウト打たれるのかね。そうそう、あ、じゃあ打たせるみたいな。船、逆に進めろ、上のゲージが進まないと、その遠くからは船進めるかどうか分かんないから、一周船進める。はい、え、これ直進だと危ない、右だよね、ちょっと。全速前進。あ、全速前進でいい、OK。え、なんか、全然進むけど。オッケー、じゃあそろそろ燃料なくなるよ。え、追加入れる？追加ちょっとずつ入れな。あ、俺今あんまりあったかくないから、誰か別の人にやってほしい。あと、燃えたから。一個入れるよ。大丈夫。誰か船長ついてる今。船長じゃなくても大丈夫。今あれ。なんかこの階段のところに。あ、誰もついてないんじゃないかな。今夜帰ってきてないのはベノムさんとかか。長月ベノムじゃないかな。あとのじゃん。いや、相当な数帰ってきてないよ。過半数帰ってきてない。5人帰ってきてないから。5人、うん、だって帰ってきてんの4人。あ、4人だから4人帰ってきてないのカエルがいる。あ、あ、そう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 、任せて。あ、ごめん、目の前見えなかった。いや、いいよいいよ。釘と板、ね、足りる。あー、多分1箇所なら、1箇所っていうか1個なら足りる。2個以上ぶつけられたら足りない。あ、じゃあ作る。治った治った治った。もう最後の1個直してもういいよ、大丈夫。で、スープ配るよ。ありがとう。はい、ください。まだ入んないで。
あと、コードが肉いらないですよね。あんま渡さない方がいいんです、ま、いや、もういい。渡さないでいい。てか、取る必要がない肉で。自分で取った肉は自分で食った方がいい。じゃあ、勝手に自分で食うわ。ごめん、無駄だと俺が人狼で今から蹴るお前は切り切る。最悪やもん、これ。もう終わりだよ。ダブルサーベルだけど。それやってきたらもう、人間死になるね。俺、いっぱい物持ってる。石炭だろ、お前。俺、こんだけ石炭あるぜ。お前石炭誰持ってんだったら持てるくねこれ。もう持てないの。いやもう持てん。てか外来え、てかさ、ホワイトアウトもう何も売ってきてなくない今回。長すぎた。朝が来ましたよ。来ましたね。俺船戻ろう。左側。俺石炭持ってない。俺石炭持ってないから持たせるよ。はい。はい、あーちょっと集まった方がいいかも一応。俺たまにくるくる回してるからさ。いや俺多分ね4人には撃たれないと思ってるからもっと前出る。まあ大丈夫か。何してよ。川か。多いね。来てるね。ピカチュウか。オッケー。死ね、カズ死ね。バカ青死ね、青死ね、青死ね、青死ね。まだ。じゃあ。死んだ。うん？俺は死んだ。え、お前やばいって。何？助けて、イニ助けて。インキャン襲われてる、インキャン襲われてる。でもこいつら親入れるわ俺。はい。あった。じゃあ、やばい、おぱいさんに殺される、おぱいさん襲ってきた、おぱいさんのじゃじゃ殺してた。俺のじゃじゃと一緒に行動してたらおぱいさんが殺してた。傀儡と一緒に。こいつは。体力ゲージ見てこれ回復したら毒じゃないから。回復したよ。わかんない、見てなかった。回復したじゃん。ガチでのじゃじゃ殺された。こいつ傀儡に合わせて攻撃してきた。え、イニン、こいつどうすればいい？まあ、船の方に、担いで帰って、山の、とりあえず帰るか。担いで帰って。石炭欲しい、石炭だけ欲しいよ。え、誰か死んだ？俺死んだ。ピカチュウだった。ああ。ちょっと待って、鍵は、鍵があるかな。だいぶ奪われた、多分。いや、でも7個は確保して持って帰ったから、なんとかなってんな。陰キャ転生。いや俺も俺6個ぐらい持ってたんだよな石炭。いやまあ石炭はワンチャン足りるからなんとかなると思う。え、ちょ鍵ないぞ。鍵ない。俺船動かしたよ。はい、俺もうスコップ取られたらやることないわ。スコップ自分で作れ。まあ必須になったら言ってくれ。俺はスマホに行って待ってるから。やばこいつ。だってやることないやろ絶対。くそぶず当たんねえ。うっそ、一発で死なねえしこいつ。お、マジか。おーねえ、なんなのあの犬。ちょっと、あ、長っけ。はい、あ、死んだお前。犬にやられた。お、石炭だの持ってたのに。あ、キリパさん使ってる。ふざけんなよお前。てか俺鍵出るまでガチャ回し続けるのいいな。このスポーンしたこのアザラシを借り続けるみたいなことして、アザラシガチャ回し続けて銃を出す。今もう2個回ってる、2回回してるからアザラシガチャで。これでスポーンしたアザラシくんたちは一掃した。あー、いたまだ肉取れるな。スープも取れるしね。あれは誰だ。え、なんか死んでる、気絶してる、なんか一人。まあ、あんま関わらんとこ、関係のない話だ俺には。ノジャいる。おーい、ノジャいる。
あ、死んだ、陰キャさん。あ、陰キャさんね、あ、でも結構。誰あ、はい。あの、オパイチさんが、オパイチさんが陰キャさんに襲われてて。あ、ピカチュウ人狼ね。オッケーオッケー、あ、オパイチさんが陰キャさんに襲われてて、で、陰キャさん倒した。合わせられた、マジで合わせられた、こちらが。嘘つくない、嘘つくない、いやいや、嘘ついてる、お前え、ちょ、ベノも一緒に行動してたよね。合わせられた、マジで合わせられた、こちらが2人ピッター、いやいや、嘘ついてる、お前え、ちょ、ベノも一緒から落とせたよね。いや、俺あさったけど、石炭ダルが3個入った石炭ダルが1つある、入ってるから、なんかちょっと村っぽい。スコップ持ってるんですよ。あのスコップっていうのも骨取るときに使うから、あ、クンさん、肉包丁の代わりにこれ持つ、そっちの方が DPS 高いよ。あ、そうする。おっぱいちのじゃじゃ、おっぱいちのじゃじゃ、マジでおっぱいちのじゃじゃ。ピカチュウ人狼ね。え、おっぱいちは死んだの？違う、まあ説明すると、最初ベノムのじゃじゃ俺で行動してて、で、ベノムが先に石炭、ピカチュウ人狼だから話聞かなくていいよ、これ入れてもらいに行ったのね。うるさいよ、ピカチュウ人狼だからね、喋んなくていい。お前マジでやばい、お前マジでやばい、いい加減にしろよ、お前マジでやばこいつ。お前死ねバカって言ったら、お前なんかもうなんか笑ってたろ、普通によ。本当に告白されんじゃねえよ、マジで。相方が最大撃ってきて、で、それに合わせて野じゃじゃが俺が殺してきたので、あ、クンさん、俺石炭渡す、俺が持ってる。おい、人狼が言うことしかねえよ。黙ってください、黙ってください。いや、ガチだってこれ。石炭ある、はい。これ石炭だろ、これ。え、おぱいさん、人狼だよ、ガチで。いや、わかった、わかった。ちょっと待って、ちょっと待って。わかった、わかった。3つ、さらにある。はい、頼みました。え、野田さんは撃退できたけど、おぱいさんに殺されたのかな、このまま。やばいんだけど、おぱいさん。おぱいさん、お前、変えない撃ったろ、俺に。やばい、できるね。え、変えないと俺できて。え、陰キャ体制さ、のじゃじゃ、なんか教え、ストーリー教えて、鍵は開けるから。え、だから、まずベノム、ピカチュウが泣いちゃうから、俺しゃべらせて、ピカチュウが終わって、ちょっとのじゃじゃうるさい、聞こえない、聞こえない。アサリ終わって、で、アサリ終わって、で、ベノムが石炭持ってて、先帰ったんですよ、ベノム。うん、帰ってない。で、その後、あ、でもわかんないな。のじゃじゃ人狼かも、マジで。2人で前に進もうってやったら、階段呼ばれたんですよ。うん。で、階段に対処するときに、のぞきで殴ってきたんですけど、陰キャさん、それは剣で。もうダメっす。陰キャさん人狼って言ってる人は、ベノムさんも言ってるんで、無理じゃん。ベノム、だって、ベノムはぐれたから、まず勘違いしてる、マジで。ベノム先に。いや、ベノムは分かんないはずだよ、人狼かどうかって。俺が着いた時は、のじゃじゃの下の横に陰キャがいて、どうしたのって言ったら、陰キャが殴りかかってきたっけんで、だからどうしたの。いや、おぱいさん、誰合わせて、おぱいさんが、のじゃじゃ、のじゃじゃ、入ってますよね。うん、のじゃ開けてるんだ。誰も見てくれないから、もう一人で進めてる、これ。長月も開けよ、長月も開けるよ、これお前2番だよね。いやでも長月に殺すって言ったら最大に辛いし、ピカチュウザコがよ。長月はあの狼氏バカで、こいつガチで人狼なんかもう好きそうじゃね。え、いや、そうだよ。俺が直す、俺が直す。見えないからお前分かりまくっちゃって、2箇所ってか6箇所まで直せる。なんか釘がね、いや任して、俺がスクラップ取ってきて直してる。隠されてる。オッケーオッケー、はい、完璧。え、てか、インカ転生ストップあります、ストップ。インカ転生開けた、開けてないです。これ誰、これ誰、それか、それ開けない、俺いるよ。いや、まあ、どちらにせよ今やれることないからスープ作ります。いけない、あれ剣なかったっけ、あれ剣なかったっけ、あれベノムさん、待って、これ待って、ベノムさん二人ね、これベノムさん、これベノムさんに偽物、ベノムさんに偽物。俺ポカルームの方がいいか、殴られた。え、じゃあ死んでるわ。じゃあ陰キャさんがドッペル出してる、陰キャさんがドッペル出してる。え、俺いる、え、俺いるよ。え、いるから出せるんだ。いや違う、いなくなる、一時的にも。いなくなるよ、本当に。いなくなる、いなくなる。え、俺ドッペル昔使ったから分かるけど、いなくなる。いなくなってまた戻ってくるみたいな感じになるから。ほんまか。ドッペル使うやつおるな、こん中に。ペロム。いや、俺じゃない。ペロムに編集してたのに。ペロムいない。ペロムに編集してて、ペロムじゃないのか。この辺大丈夫ございます。中澤さん、今から焼いてるよ。オッケー、ここで待ってる。待って、長月と一緒に行くわ、俺。俺もどこで殺されたの？左にいるぞ、俺。あのね、テントのね、近くで殺されたの。テントっていうか、テントの手前で。
お前の死体を洗ったのか、先に。これこれこれ、そうはず。待て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 、あ、はいはいはい、戻す。怪しいものは持ってないか。おい、火薬持ちすぎじゃない、お前。え、だってあれつく、え、火薬、あ、ごめん、火薬か、石炭だかと思った。火薬8個どうやって作ったお前。え、火薬8個って火薬作るもんだろ、これ。え、火薬8個多くないっすか。石炭だろ見てみ、石炭普通に2個入ってくから今。じゃあ石炭だろ押収するわ。どうぞ。これはいいと思う。え、火薬多すぎじゃない、8個あるんだけど、こいつ。で、奥の方まだ漁ってないから。怪しい。あ、お前、クマいるかい。え、な、何が言って。クマいるか、ちょっとね。奥、クマいるから。オッケー。あるわ。くれー、あと1ミリ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 。ちょっと待って。はい、できたよ。はい。わーい。あー、取られた。よし、はい、もうすぐに当たる、もう1個、もう1個、もう1個、もう1人。ない？いない？あー、誰もいない。2個もらっていいですか、じゃあ。はい。あー、はい。俺もじゃあ2個もらいました。強欲です。え、いい、ちょうだい。違う違う、あるってあるって、のじゃじゃ、のじゃじゃ、あの、キッチンのところ来て。はいはい。で、陰キャ先生出てったから、人狼ね。はい。ほら、陰キャ。え、誰が脱出させたの？おいおいおい、オオカミ。いや、あの、自分で出た、多分。あの、一応、長月の死体を改めたら、あの、火薬が8個入ってたということだけ言っときます。じゃあやっぱ長月か。火薬8個怪しいよね、普通に。多いよな。火薬8怪しい。火薬8多いよな、絶対。いや、あのさ、上って枠道ないよね。俺、あの、スクラップ3個と作ったから、熊穴ある？熊穴ある？熊穴1個。あ、じゃあ作ってくる。速攻作ってくる。速攻作ってくる。これ何をすればいいんだろう。ゼロ。え、いや、あの、今集めて、何をすればいいかって、簡単簡単、あのスクラップ、スクラップ、なんでその、なんでわかんないんだ。これクマトラップ作ってクマ倒そうぜ。もうクマトラップ1個あるよ、1個。俺あの鉄スクラップ4つ持って帰ってきたから作れる。トラップ3、トラップ3、トラップ3、トラップ3。俺も作れるよ。え、イニー何個持ってる、ベアトラ。え、3つ。いや、多分足んない。1人で行ってもしょうがないよ、多分それで。いや、俺が作ってる、今作ってる。待って、イニ待って、イニ傀儡撃たれたら死ぬよ、そこで。ちょっと枠目って一緒に、それ使って中に薬品出ちゃった。木ないから。あの、スープ第2弾行くよ。木が欲しいけど。木ある？木ない？木あるよ。木あるんだったら、キッチンの前に置いて、スープ作る。スープ第3弾作る。ロッカー、はい、疑われてますよ。え、疑われてますよ。今私の目の前が消えないと、私はあなたを切り殺してしまう。やばいやばいやばい、怖い怖い怖い、この人。逃げるってことは皇帝って捉えていい？に行っちゃった？に行っちゃった？あっちゃう、あっちゃう、あっちゃう。に何がしたいのかよくわからん。エアトラップあるから行くよ。なんでこうドライハーブ置いてんの？やばいだろ、危ないぞ。待ってさ、エノさん。出所不明だな、はい、これ。え、ドライハーブは俺のですよ。いやいや、出所不明だから使えない、正直。はい、まあ解毒薬あるんで、毒なったら言ってください。はい、これ上からのニトロに気をつけて。上からニトロ気をつけて。おって耳1個しかない。左寄りで行った方がいい。あ、じゃあ右寄りで行った方がいい。右寄りで上、左寄りで。じゃあ、まあ、あの、挟まんないように、挟まんないように。これ、そこら辺、いいね、そこら辺でもう、仕掛けちゃっていいか。あ、おいおいおい、取っちゃった。おい、おい、撃てる、撃てる。後ろ気をつけて、いいね。もう、いいね、もっと下がっていい。いいね、もっと下がっていい。もっと。あー、後ろ気をつけて、そういうことか。あ、危ねえ。帰られたい、帰られたい。あ、こっちへ、あ、いや、ここは、いたトラップあるから、トラップに。おお、ダイナミック。トラップに誘導してくれ。俺ダメだ。ああ、今誰だ。ベロンベロン。待って、石がなかった。めっちゃ多いじゃん。やばねえ。痛い。敵がないから。終わったんじゃね？とりあえず。で、あれ気をつけてね。ニトロ上から落としてくるから。ちょっと崖上見る、崖上見る。俺、右側見るよ。右側から行くよ。で、あの、最後に行くよ。何？じゃあ、先行して。誰だ、白っぽいの誰？石炭半分持っといてほしいな。
俺今2個持ってるからいいよ、俺は持たない。あ、マジで OK、 じゃあ2個あんならもう俺死んでも脱出はできるわ。戦えないから。楽しそう。これはそうだね、一回俺運ぶから周りに了解。よかったか、一回もう一ラッシュ、もう一ラッシュ固まろう、固まろう。知らない、これは。これはよくわかんないから固まらんとこ。メロンガンなんか武器持ってる。なんもない、なんもない、なんもないから俺が運ぶ。俺もない、小口しかないんだよ、小口しかない。なんもないってある。俺もなんもないんだよ。なんか俺、おパイツさんか。なんかまあ、自分あたりが白位置だからさ。俺は武器弾薬持ってる。やばいやばいやばい。いや、だって、あれだよ、その池田潰した後、こいつがヒールしてるから。痛い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 。あの俺ちょっとずつ進めよう。もうえ、お茶いる？じゃあ運ぶなら一人で運べる？ちょっとじゃあお茶欲しい、お茶欲しい。はい、あざさ、じゃあちょっと危険だぞ一人で行くの。でも俺も寒すぎて無理だ、ちょっとごめん。でも長月普通にさ黒位置ではあったからさ、お前さが格殺入れたの別に。まあいい、むしろむしろまあ俺たちの判断を。こいつも悪い。あ、そっち大丈夫？ベノムさんとか。いやいやいや、一回諦める。寒くて。そう、一回諦めた方がいい。まだ一日あるから全然大丈夫。どうしたインキャ先生。ああ、おかえり。インキャ先生、おかえり。何してんの？もう向こう行きなってもいいよ、もう向こう行きな。もう来てもしょうがないよ。これで負けんの意味が分かんねえんだけど。いやー、ちょっとなんとかしてやるよ。どうする？終わりだよ、もう。え？終わり終わり。え、先生、ここで起こってる、ここ。え？ボウ。はいはい。え、誰が人狼なの？もう一人。え、あれだ。無駄じゃないけど。ごめんごめんごめん。あった、嘘嘘嘘。言う言う言う。誰？え？長月。ダイイングメッセージは受け取った。長月か。まあ、だろうな。トイドか。刃を。暴風雪の日だけど大丈夫か、あいつら。あんま固まんないで、周り見よう。上見てる人いる。俺上行く、俺上行く。左上は？左上いない。カエル君は？左上もか。左上。崖上いる？崖上。オッケー。見る見る、崖辺の一番高い位置に行く。カエル君どこに行った？いないいない。カエル君いない。カエル見えない。よく2個ですか。何してんのあれ。カエルいる、正面。ああ、俺だよ。え、クザか。な、何してんの。あ、はい。飯いる人いない？いない。あ、1個欲しいです。え、ちなみになんだけど、あの、陰キャ転生が船に突っ込んできて死んだ。どういうこと？帰れちゃったってこと？そう。え、でも上いないから俺降りるよ。上いないから降りるよ俺。オッケーオッケー。え、大丈夫だった？おぱいち、今陰キャ先生が持ってたやつだったらワンチャン毒かなと思っておぱいちに刺したんだけど回復した？いや、俺解毒薬あるんで大丈夫ですよ。注意しても。やば。やっ。ゼロマン、はい、これあげる。あと、あとちなみに長月ね。あ、じゃあもう死んない。偽した。あ、もう余裕だわこれ。じゃあ終わりだ。長月が、オパイチが長月に間違って殺しちゃったから認識した。あの、傀儡来てる時にダウンしてて子供入れちゃった俺が。余裕だ。あ、じゃあプレスさん、俺だって戻りますか。俺石炭あるんで。
で進める作業しようか。はい、なんかあれだ、あれ後ろから来てね。あ、帰るか。帰れ、もうそれいらないんじゃないかな。そこ捨てて、そこ捨てて帰るくん、そこ捨てて。置かないなら殺す、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 置かないなら殺す。いやだから水の中に捨てるし、置かないなら殺す、置けオッケー、置かないなら殺す、置かないなら殺す、置かないなら殺す。人の話を聞けばあか、船に寄るな、船に寄るな、人の話を聞けばあか。よし、あとはこれに火をつける、火をじゃない、あの、点火する作業だな。これでいいでしょ。うん、石投げまくる。ほい。あ、全然取れてない、お前下手っけ。ここだけおい、お前も下手くそだぞ。でしょ。私どっちも当たんなくなる。こっから投げていい。いや、もうこっから投げて帰ろ。あ、逃げろ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 、死ぬ、死ぬぞ。あれ、爆発しなくね。おい、誰か銃持ってるやつ。あ、いや、俺、あの、のじゃじゃ、帰って。俺が火をつける。あと、鍵もあるよ。やめろ、やめろ、やめろ。鍵拾って、この辺にある。鍵どこ。うわー、俺が火をつけるぜ。うわら、割れた、逃げろ、逃げろ。あ、いた、いた。ガオ、ガオ、ガオ。火薬入れて、入れて、入れて。もう入れて大丈夫。もう一直線だから。ベノムとノジさん置いてこ。はい、あの、入れて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 、石炭足んない、微妙に、はい、あの、石炭足んないよ、入れて。いや、壊れてる、今、待って、今、前ぶつけてる。いや、別に、炊いたらいけるな、これ普通に出れる。マジで、じゃあ入れちゃうよ、炊いたらいけると、入れちゃっていい。はい、じゃあ入れますよ。ノルちゃん、触んないで、もう。いや、石炭入れてる、石炭入れてる、ね、別にもう、人類いないからいいよ。いや、一応、ベラムどこ、出るよ、出るよ。お、開けてくれた。最後にクンさんに投げられるのは誰か。終わりかな。余裕だったな。いや、っていうか、まあ、しょうがない。あの、陰キャ転生はかわいそう。あ、長月。あ、残ってきた。長月、自分が呼んだ傀儡で死んでたってことあれ。そうだね。え？長月は、長月最初死んだの何これ。最初は普通に、あの、弓での戦い方じゃなくて、狼でやるのが好き。陰キャ転生かわいそうだな。2回目は2回目も狼に噛まれてると思わなくてやられました。え、陰キャ転生はなんで死んだの。え、陰キャ転生は普通に2回目はもう、俺長月にとどめ入れたのも俺だし、陰キャ殺したのも俺やん。生きがってる。